ロックのガイクズ・サンジェルマン・イコール・デイ・コール・プレ地区は、パリの第24番目のカルチエで、ロックに所在する地区である。リューデ・レンヌ。サンジェルマン・大通りからレンヌ通り、トゥール・モン・パルナスを見る。セーヌが赤藩から南北に走るボナパルト通りと、トゥール・モン・パルナス界は今で南北に続く、レンヌ通りとが接続する交差地点の、 サンジェルマンイコールデイコールプレ広場界隈を東西にサンジェルマン大通りが通る。この辺りがサンジェルマンイコールデイコールプレ地区の心臓部とされている。地区の中心にはこの地区と同盟の境界サンジェルマンイコールデイコールプレ教会が、その南側にはサンシュルピス教会が位置する。フォーブールサンジェルマン一帯へ続くこの地区に住む。 人々のことをジェルマノ・プラタン・ジャーマノ・プラットンと呼ぶが、この地区はパリの中でも地下や家賃等が最も高い高級住宅街の一つであり、また商業地の一つでもある。周辺のメトロの駅にはサンシュルピス駅とサンジェルマン・イコール・デイ・コール・プレ駅がある。またサンジェルマン・イコール・デイ・コール・プレ周辺の6区及び七区のフォーブール・サンジェルマンにかけてシアンスポや エコールデボダールといったグランゼコール等の教育や研究、文化施設が点在する。アウェ通りから見るサンジェルマンイコールデイコールプレ広場、メロビング町時代のパリ市教、ジェルマンドパリによって558年頃に捧ぐどうされたサンジェルマンイコールデイコールプレ協会を中心に、小集落が少しずつ形成された。 サンジェルマン集落が形成されたのは12世紀で、当時は600人ほどの人々がフィリップ・オーギストの城壁街に居住していた。当時の集落はセーヌ川の左岸現在の6区と7区にあたる領域を含んでいた。12世紀までこの小教区を管轄していたのはサンピエール教会で、現在その場所にはウクライナのカトリック教会が建っている。1000年頃に、 石像建築が建設された。その頃は大衆動員が映画を極め、巨大な知識的影響力を持った時代であった。フール通りの名前は、この当時の大衆動員のかまどに由来する。1180年頃、サンシュルピス協会が管轄の小教区協会となった。ルプロコップ17世紀以降、知識階級が多くこの地区に集うようになってから、 サンジェルマンイコールデイコールプレは活気を帯びるようになった。ビューシュ通りのランデルやルプロコップといったカフェには百科前諸派の啓蒙思想家やこの地区に居住していたジャンポール・マラー、ジョルジュ・ダントン、ジョゼフ・ギヨタンといった後のフランス革命期の政治家らが出入りをしていた。大衆動員は革命時に破壊された。ビューシュ通り界隈、 2010年1921年から1950年代終盤に、かけ、ボナパルト通りとアベー通りの交差する角にルディバン、出版社が創業し、スタンダール研究の第一人者、アンディ・マルチノにより、同盟の文学史ルディバンが刊行されていた。ドゥーマゴ第二次世界大戦後、サンジェルマンイコールデイコールプレチクは、パリの知的、文化活動の一大中心地となり、 多くの哲学者、著述家、俳優、映画監督、音楽家などの文化人やボヘミアンが、連日ナイトクラブやブラスフリーに集った。その中には、ジャンポール・サルトル、シモー・ヌード、ボーボワール、ジュリエット・グレコ、ジャン・リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォー、ジャック・プレベールといった人々がいた。カフェ・ドゥ・フロール現在は、かつてほどの名声はないが、芸術家たちは、 好んでこの地区を訪れ、最盛期の雰囲気を今に伝える、ドゥマゴやカフェドフロールといったカフェで時を過ごす。ブラスリー・リップは、ジャーナリストや著名な俳優たちの溜まり場となっている。地区内の建物は17世紀当時の面影を今に残すものの、カフェからレストラン、アートギャラリー等があり、当時の小売店や書店、出版社は姿を潜め、 現在は主にファッションの高級ブティック等となっている。1961年、シンガーソングライターのギー・ベアールが、それっきりもう何もないを作り、サンジェルマンイコールデイコールプレを歌った。この歌は記述のジュリエット・グレコによってカバーされた。同じく、シンガーソングライターのアランス・ショーンは、ベアールの歌に描かれた地区の雰囲気は、現在なくなってしまったと、 自ら作ったシャンソン、パリ・サガンに、自らのノスタルジーを歌った。1967年にも、シンガーソングライターのレオフェレが、カルチエラタンの中で、サンジェルマン・イコール・デイ・コールプレの代わりように対しての、失望と無念さを吐露している。サンジェルマン・イコール・デイ・コールプレ地区は、パリのシンボルの一つであり、多くの映画やテレビドラマの舞台として描かれている。 アートギャラリーサロンで3の展示会ポスター。ありがとうございます。